こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回ツイッターからメッセージをいただきました。あ、いつもありがとうございます。実はね、私ツイッターもしているんですけども、ツイッター歴はね YouTube よりちょっと長いんですよね。まあただアクティブに使ってるかっていうとそうでもないんですよ。最近はねよく見るようになったんですけども、だいたいタイムラインを3000ぐらいですか、3000ぐらい遡ってみて楽しんでるんですけども、その中で私もね発信してる部分があって、で、足軽さんっていう方が今回はねメッセージをいただきました。足軽さんとはさまざまな角度からいろんなね思考を交わしたりしているわけなんですけども、まあ、今回ね、うちの大和くんに対してのメッセージが一件と、ありがとうございます。そしてですね、足軽さん、岡山県お住まいなんですけども、倉敷の方へね、で私広島でお隣の県なんで、お会いする機会もあるんではなかろうかと今後ね期待するわけなんですけども、今回ですねやっぱりこう、以前は岸田総理の前は麻生財務大臣のことについて話し合ったような気がしますけども、今回は岸田総理ちょっとね何とかしてくれみたいなことで、私もね同感なところがあります。で、詳細はダイレクトメッセージ、個人宛て届いたメッセージなんでここに紹介することはできないんですけどね、まあ、足軽さんもねぜひね、何と言いますかね、れいわ新選組のその高井幹事長とこの前ちょっとねお付き合いが、お話しする機会がありまして、私の YouTube アカウントの中で、あの政治についてちょっと言わせろとかね、今後こういう風にしてくれみたいなことがあったら、まあ令和新選組の代表者の方どなたかとね、まあ幹事長になるかもしれませんけども、山本太郎さんかもしれません、一緒にお話し会しませんかってことでね、私提案したら OK ですよってことだったんで、ぜひね今度の参院選が来る前に、まあ少しでもね、人数集めて、限られた時間になると思いますけども、みんなで盛り上がらればなと思ってるんですね。足軽さんいかがでしょうか。そしてこの動画をご覧の皆様いかがでしょうか。今度ね正式に私の方で募集フォームを作ろうと思いますけども、あんまりね50人100人でも、井戸端会議になりませんので、まあ、5人とか10人でもいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんご検討よろしくお願いします。そして足軽さん今後もお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございます。